てんてんてれ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 てりりてりりんてりりんてりてりりんてりりん。よし、あ、もう 今完璧だったじゃん。誰かー、誰かー、ヒーロー、よ、あ、かっこよすぎるだろうが。いやいやいや、ありがとう。実は噂をすればだな。なんだ噂をすればって。おい、アイアンバーガーバイトテロ起こってんぞ。え？え、まだ見てないのか。何それ、知らない。ツイッターまだ見てないか。とんでもねえバイトテロ起こってんぞ。なに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 、なんだバイトテロって。ツイッター見るんだ。通知が11件来てる。めっちゃリツイートされてるから分かるはずだ。どれだ、あった。うわ、動画も、動画でバイトテロ。動画で見てくれ。あ、店長のいないアイアンバーガーマジ最後に楽しいわ。タバコうめえ。あー、マジツイッターでバズろうぜ。田舎で有名なりてー、最高ー。おい、厨房で踊るぞ、お前ら。お前ら来いよ。やっちまうぞ、やっちまうぞ。いいんだぜ、おい、店長いないから好き放題やっちゃう。おらおら、おい、田舎で有名なりてー、最高だぜ。よし、ちょっと分からせてくるわ、一回ちょっと分からせてくるわ。あ、あ、あ、だ、大丈夫か。な、あー、ちょっと分からせてくるわ。今結構世間がアイアンバーガーの敵と化してるが、うん、なるほどね。うん、うん、閉店の危機だ。そうだよな。早く声明文出した方がいいんじゃないか。こういうのはやっぱスピードも大事って聞くぞ。そうだそうだ、早く鎮火させないと。そう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 。じゃあヒロ、謝罪動画撮ってくれ。俺の、ああ、撮るか。あー、いい、よしよし、じゃあ3、2、いけるぞ。 OK、 3、2、1。皆様、アイアンバーガー店長のキルマ哲夫です。この度は、現在お騒がせしているバカッター問題について、お話しいたします。まずはじめに、うちのスタッフ山田海輝による愚行は私の監督不行き届きによるものです。申し訳ございませんでした。1、2。今から山田海輝に、制裁としてぶち殺しに行きますので、どうか皆様火を沈めてください。よろしくお願い申し上げます。これでもさ、さすがに予告じゃねえか。また謝罪動画で燃えるだろこれ。ちょっと待って、あ、すいません、今大ヒーおー、元気そうじゃん。あ、いやいや、ちょっと今、ちょっと島の方にちょっと行ってまして。何、島の方どっか行くの。いや、無人島なんで、あれなんですけど。あー、何それ、どこそれ。いやいや、ちょっと場所とかは言えないんですけど。俺も行こっかな。いや、来ない方がいいですね。いや、向かいますよ、とりあえず。え、いいよいいよ、もう信用ないから。どこに行くんだよ。いや、ちょっと今ちょっとあれなんで、あ、また連絡します。また、はいはい、ありがとうございました。絶対逃げるな。よし、トリノにヘリ借りよう、とりあえず。トリノくん、五章だ。爆発させてもいい二人乗りのヘリ貸してくれ。えっと、よし。デッドアライブ。ギブキーしてくれ。分かった。その GPS がいるんですね。人が前。お。あ、いや。あ、もしもし。大丈夫か？あ、大丈夫です。すいません、もうなんかツイッターでなんかいろいろあってね、まあ。あってねえじゃないね。いや、だけど店の広告になったんじゃないですか。ああ、そういうスタンスか。なるほどな。いや、だけどやっぱこれからやっぱ来てくれますよ、お客さんたくさん。ああ、なるほどなるほど。で、今どこにいるんだ。今会わないとダメですかね。うん、会わないとダメだ。しばらくちょっとこの街から去ろうかなと思って、ちょっとバカンスというか、ちょっと旅行の方に、ちょっと無人島の方に行こうかなって思ってるんですけど、ダメですかね。ほんまの方か、それは。いや、嘘です。うん、だよな。で、今どこにいるんだ。
アイアンバーガーの近くです。ああ、わかった。よし、じゃあ今から行くわ。いなかったらわかってるな。はい、すいません。よし、はい、失礼します。オッケー、よし、制裁の時間だ。さてさてさて、どこだ山田海輝。あ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。まあとりあえず乗れよ、話そうや。あ、話します。うん、話そうや。いやー、これからこの店も明るいですね。いやー、なんかありがとね。あ、何がですか。なんか見つめ直すいい機会になったわ自分を。あれ違うんですよ。何が違うんだ。あれなんですよ、クラスの友達とお客さん今いないからちょっと遊ぼうって。あー、なるほどな。撮ってて、うん、その友達がクラスだけに広めるって言ってたんですけど、クラスラインからなんか誰かがツイッターに上げて、うん、ああなっちゃったんですよ。あー、自分の意思ではないと。違うの、やらされたんですよ、友達に。あー、やらされたんだ。友達にやらされたんです。僕、うん、そんなやろうなんて一言も言ってないですよ。そっか、それは辛かったな。これどこまで行く感じですか。いや、炎上したいのかなって思って。海輝くん、これでバーガー屋にしときますねって言ってたから、炎上情報ってやつをやりたかったのかなって思ったからさ。ああ、まあまあ、そんな感じですね。まあ、だからクラスの人気者になりたかったっていう。そうだよね、はい、それで炎上情報をやってみようって思ってやっちゃったんだよね、思いつきで ね。 そうですね。うん、いいよ、手伝ってあげるよ。炎上、炎上を手伝ってあげる。炎上を手伝ってどういうことですか。本当に炎上させてあげる。炎上、いってらっしゃい。テゾさん、すいませんでした。炎上成功だね。すいませんでした。この度はアイアンバーガーでタバコ吸ったりとか、キッチンの上でダンスしたりして本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。もうしません。いやー、偉い。謝れて偉いぞ、海輝くん。そうですね、大丈夫。きっと偉いですね。おい、早いな。あ、すいませんでした。炎上は本当にすいませんでした。うん、大丈夫だ。ほんの軽はずみだったんです。ああ、そうだよな、まだ若いからな。ネットがこんな怖いものだと知りませんでした。おー、今回反省してるな、ちゃんといい勉強になったよな。本当にすいませんでした。そうだな、言葉は狂気なんだ確かに。そうだ、そうです。それを胸に刻んでこれから生きていけ。一生懸命これからも電話が鳴りやまない今日ずっと電話が鳴りやまないちょっと電話出るわ。あ、もしもし、テトさん。あ、ジョンか、久しぶり。久しぶり。うん、どうした。あ、ジョンという名のシャンクズです。あ、え、シャンク、あ、シャンクズ久しぶりですね。あ、久しぶり。な、今何されてました。今山田海輝を炎上させた。え、どういうことですか、それは。なんかバカッターっていうの見た。バカッター見ましたよ。そう、バカッターでね、なんか炎上したいのかなって思ったから、うん、とりあえず説教して、はい、今本当に炎上させてあげた。あ、説教して炎上させてあげたんですか。うん、目の前で今炎上してる。ちなみにあれですか、彼クビになるんですか。あー、まあ反省してるから、まあとりあえずはまあ許してあげようかなと。あー、なるほど、よかったです。なんか最近すごいいろいろ頑張ってるみたいで、他方面で。あ、そうなんだ。私の方からもぜひ辞めさせないであげてほしいっていう、彼の接客は素晴らしかったんで。あー、そっか、わざわざありがとな。おい、海輝。はい。わざわざな、今電話してきてくれた人がいてな。誰ですか。シャンクズって言うんだけどな彼の接客は素晴らしかったから、どうかクビにしないであげてほしいって。いや、でもあれでしょ、そういうなんかこう店内でやるべきことをやって、うん、なんかそういう強盗とかそういうタグやってないんでしょ。そう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 、ちょっと若気の至りというか、ふざけちゃっただけなんだよ。でしょ、なんか優しい、殺したとかそういうことじゃない。優しい、そう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 、じゃあ大丈夫です。そう、だから反省はしてるからね。気持ちの接客でもうアイアンバーガーに通う回数が増えました、私。あー、ほんとか、うわ、嬉しいな。優しい。ぜひね、まだ雇用は続けていただきたい。うん、わかった。それじゃあね。はい、失礼します。まあ、写真だけあげるか。
病院の人でもちょっと足りなくなってきたから一旦戻るわ。じゃあ乗せ乗せ乗せ、俺も。テトさん、多分ツイッター触んない方がいいっす。多分あれだからな、多分まあ音声多分なんかまだ安定してないんだと思う。えそうですね。はい、くんどうしました？某ハンバーガー店員さん、コンビニ強盗をしてしまう。なんか動画上がってるけど。はい、くんおはげ、おはげ。あ、うん、どうしました？ちょっと僕ちょっとこれからちょっと忙しいんで、鉄夫さんありがとうございました。これから頑張りましょう一緒に。今から何があんの？いや、ちょっと家でも帰って、うん、ちょっと今日は休もうかなみたいな。あー、ちょっと話そうか。隠してたってことだよね。そんなつもりじゃなかったんです。海久くん、過去の行いが出ただけです。隠してるつもりはなかったんです。本当に反省してたらさ、普通あの時の謝罪で実はって出るはずだよね。それバレないからいっかって思って隠してたってことだよね。あ、これ多分そうです。勝手に友達が、うん、勝手に友達が。でもやったのは、やったのはこれ僕に似てるけど僕じゃない可能性もありますよ。ああ、なるほど。じゃあ警察行こっか。あれさ、だって変装してさ、怪奇くんの真似して犯罪してるってことだから、それまずいじゃん。ほっとくとまた犯罪されるかもしんないよ。怪奇くんの名前と顔でさ。え、怪奇くん大迷惑じゃん。警察に行くんですか？うん、だから警察行かないと。これは相談しよう。すいません、これ僕です。そうだよね。また電話鳴ってきました。ちょっと電話取ります。あ、いいぞ。もしもし。なんかお前大丈夫？あれまた上がってるよ。お前じゃないのか？いや俺じゃない、俺じゃない。俺グループラインに送っただけだもん。お前グループラインに送って、お前誰だよこれ漏らしたやつ。いや、わかんねえ。多分クラスにいるよそいつ、犯人が。お前特定してくれよ。いや俺できねえよもう。お前もう俺クラス内だよ。お前待ってライン見るわ。え、俺クラス内に再会させられてる。は？お犯人わかんねえこれ。ごめん、俺縁切るわ。ごめん。は？お前どういうことよ。俺ライン出されてるって。おい。俺もう友達いなくなりました。あー、じゃあとりあえずでもね、けじめはつけないとね。やっぱこれね、反省しないといけないから。けじめですか？うん、けじめはつけないといけないよねこれ。俺のこと騙そうとしたのが辛かったんだよ俺は。別に、はい、なんか意気揚々と全然ふざけててくれたら俺は、ああよくやったって言ってたと思う。そうですよね、いつも言ってくれますよね。そうだよな、ふざけてたら。ふざけててもな。はい、嘘つかれたのが悲しかったから。本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。わかった。じゃあまず乗ってくれ、ここに。一応警察に行くとき、うん、ちゃんと最後まで見届けてくれますか？もちろん、俺はお前の上司としてちゃんと寄り添っていくよ。ありがとうございます、うん、本当にありがとうございます。いや、ちょっとちょうど使いたいのがあったからさ、いい使い時見つかったわ。何ですか？よし、行こうか。じゃあちょっと待ってね。タバコ吸っていいですか最後に？あ、いいよいいよ、そこでタバコ吸って。ちょっと電話してくるわ。あ、わかりました。ここにいて。あ、じゃあ車乗っててすぐ戻るから。はい、タバコ吸っときます。うん、友達最後のタバコ味わいます。オッケーオッケで、警察なんですけど、これ何ですかこれ。やりました？哲夫くん。ああ、本当だ。はい、上司としてちょっとけじめをつけさせてもらったよ。彼がバカッターでいろいろやらかしたからさ。なるほど。うん、ごめん。あ、じゃあ大丈夫です。あ、本当？はい。ごめんごめん。おい、あいつグレネード投げたって。ありがとう。あいつ人殺しだよ。銃刀法違反切っててくれ。あ、了解しました。銃刀法違反で。おい、あいつ。バカ投げちゃったからさ。仕事しろ。あいつは大犯罪者だぞ。よし、ここの店長はね、今罪償いましたから。はい、あと捕獲快楽殺人犯です。いや、なんかね、自然発火でこの車が爆発して。なるほど。違う、この人がこいつがグレネード投げたんだ。
俺はただネットが楽しくてやっただけなのに。お前はな、やりすぎたんだよ。車が爆発したんじゃなくてグレネードを投げられたんだ。誰か信じてくれ。違うんだ。こっちもさ、やっぱ筋としてさ、俺もけじめ取らせないとって思ったから。偉いな、お前は。ごめんね。違う、こいつは意図的にグレネードを投げた。誰か信じてくれ。一回無所にぶち込まれて反省してこい。はい。NPC 殺人罪、はいはい、NPC 殺人罪、ごめんね、称号を自分であげてます。僕じゃないです。僕のクラスの友達が勝手に裏切ってあげたんです。そして準9号素材、違法ダイビングは何だ。罪状わからないです。わからないことするな。すいません。そんな声じゃなかったんです。山田海輝、お前はプリズン。くそこんなことになるなんて。お前どれぐらい反省してんのか言ってみろ。もう二度とこういうことはしません。よし、みんなが言うようなことだったから60分なんか反省してこいよ。くそー。いやー、お世話かけました警察の方々。よかったです、本当にありがとうございました。はい。